皆さんこんにちは、チャッキーです。今日はね、プロらしくちゃんとした料理ですね。卵豆腐ってあるじゃないですか。口当たり滑らかですけど、まあスッと口の中で消えるようなね、食感だと思うんですが、今回はね、黄身だけを使って濃厚にね、卵の香りを味を感じられるね、しかももちもちでプルンプルン、めちゃくちゃ食感のいいね、黄身豆腐っていうものをね、紹介させていただきます。夏の暑い日なんかにね、冷たく冷やして食べていただいたらめちゃくちゃ爽やかで美味しいんでね、ぜひ作ってみてください。はい、こんな感じでね、私のチャンネルではいろいろな料理、お菓子を紹介しておりますんでね、たまにはちょっと本気を出したものも作っていきますんで、ぜひ料理好きの方はチャンネル登録よろしくお願いします。ポチャッと作ろうか。はい、それでは材料から紹介させていただきます。まずこちら、カツオと昆布からね、取ったお出汁、卵黄4つ、余った卵白はね、もう卵白だけで作れる簡単なね、スイーツなんかがあるんで、そちらを一緒に作ってね、食後のデザートにしてください。今回は卵黄4つだけ使います。片栗粉 60g、 下味用にお塩少々と薄口醤油を少々使います。もうこれはね、軽く下味をつける程度なんで、お好みで構いませんので、少し加えてください。材料は以上です。まずはこのお出汁の中に片栗粉を入れて、しっかりと混ぜ合わせて、片栗粉をお出汁の中に溶かしてください。お出汁の中に片栗粉をしっかり溶かしましたら、お次はね、こちら卵黄の方にこのしっかりとね、片栗粉を溶かしたお出汁を加えて混ぜ合わせていきます。この時にね、塩と醤油も加えてください。こちらしっかりと混ぜ合わせた卵の生地、お鍋の方にこういうね、目の細かい茶こしとか裏ごしをするようなね、器具があれば、そちらを使ってきれいにこしていきます。しっかりきれいにね、こすことによって仕上がりの口当たりがね、めちゃくちゃ滑らかになりますんで、できたら目の細かい茶こしなんかでこしてください。もしなければね、ざるでこしていただいても構いません。まずはね、お鍋の方に卵液をね、しっかりこして入れましたら、片栗粉がね、時間とともにね、底の方に沈んできますので、しっかりね、こちらでもこういうゴムベラを用意してね、底の方から混ぜてください。生地全体にね、片栗粉が回るようにしっかりとここで混ぜ合わせてください。下にね、片栗粉が沈んだままだとね、焦げちゃう恐れがあるんで、しっかりと混ぜ合わせます。片栗粉の方がね、しっかり混ざったなって思いましたらね、このゴムベラをね、そこでかき混ぜたら、結構片栗粉の食感がね、わかるんで、軽くなったと思ったら、だいたい中火ぐらいで加熱してください。この状態でまずはね、底をね、焦がさないようにかき混ぜながら固まってくるのを待ちます。どんどんね、この卵液が加熱されると、生地がね、ドロドロの状態に固まってきます。その状態まではまず中火でしっかり混ぜながら加熱してください。こんな感じですね。どん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 固まってきましたら、焦がさないようにどんどん混ぜ続けてください。火力はね、もう弱火に変えてもらって大丈夫です。この状態で鍋底からね、焦がさないように、だいたい3分ぐらいですね、もう思いっきり混ぜていきます。こんな感じでどん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 弱火で練り上げてください。鍋の縁についたのとかもしっかりね、下に落としていきます。1000回ぐらいを目安にね、弱火でしっかりとこねくり回してください。こんな感じでね、まあ3分から5分ぐらいね、しっかりとね、こう練り上げる感じですね。
そうしましたら生地の表面に光沢が出てきますので、こういうね光沢が出てきましたらもう火を止めて OK です。この状態でこういうね流し感、パウンドケーキとか作るようなステンレスのね型ですね、こちらに流し入れていきます。はい、こんな感じでね目いっぱいギリギリまで流し入れてください。あとはねポンポンと下に落として空気を抜いてね表面が乾かないようにラップをします。はい、これで OK です。あとはこのまま粗熱が取れるまで置いておいて冷蔵庫の方に入れてねしっかり中まで冷えるまで、まあ、3時間から6時間は冷やしてください。もしね流し管みたいなね型がなかったらこういう器にラップを引いてね生地を入れてください。あの余った生地なんかもこれで対応できると思います。この生地をね器に流してラップでね包み込んで茶巾絞りみたいにしておいてください。こんな感じですね、もうこれでも大丈夫なんで、あとは同じようにこのまま粗熱が取れたら冷蔵庫でしっかり冷やしてください。はい、しっかり冷蔵庫でね冷やし固めました。ちょっとラップ外しちゃいましょうかね。わかります？プルンプルン。このね肩にピタッとひっついてね取れにくいんでね取り外すには少しコツがいります。このね端っこ、この端っこに少し隙間を開けてください。こんな感じで、ね、この端っこに隙間を開けます。ここからね流水を少し入れてあげるとね全体的にきれいに剥がせますんでね、ちょっとやってみたいと思います。この流水のところにこちらのね隙間を開けた端っこを当てちゃいます。はい、こんな感じね。そしたら流水がねこの下にも潜ってくれて浮き上がってきたの分かります？ほらこんな感じね、プルンプルン。はい、もうこの状態になったらね外せますんで、まな板の上にひっくり返して外しちゃいましょう。型からね綺麗に外しましたらお好みの大きさに切り分けて食べちゃいましょう。綺麗に器に盛り付けて刻みネギやねわさびをのせて、だし醤油ですね、めんつゆとかでいいと思います。少しかけてあげたら、はい、こんな感じですね。食感もちもちでプルプルのね口当たり滑らかな黄身豆腐の出来上がりです。はい、完成しました。こちらね黄身豆腐めちゃくちゃ滑らかでプルプルです。結構ね夏の暑い時なんかにはねおすすめの食べ方だと思います。もちろんこの黄身豆腐を使ったね美味しい食べ方は結構いっぱいありますんでね、ちょっと説明させていただきたいと思います。ですがその前に、それでは今日もいただきます。はい、ということでねこちらの黄身豆腐めちゃくちゃ美味しいです。出来たてしっかり冷やしたねすぐはねもうプルプルで滑らかです。しかしねちょっとやっぱ時間とともにね冷やしすぎるとどんどん硬くなってくるんですが、切り分けたねこの黄身豆腐を軽くレンジでチンしたりねお湯の中にね入れていただいてね温めていただいたらしっかり柔らかくなりますんでね、再びまたね冷やして食べるっていうのもありだと思いますしね、お味噌汁やお吸い物なんかのね具材として入れるとねもうプルプルでむちゃくちゃ美味しいです。もう濃厚なね黄身の味がねめちゃめちゃ味わえる黄身豆腐、ちょっとね蒸して固める卵豆腐みたいなね味なんですが、黄身だけしか使ってないんでもうめちゃくちゃ濃厚です。
そして何といっても一番の特徴がね、口当たりが滑らかな上にプルンプルンっていうね、このプルンプルンもちもちっとした食感がねたまらないんですよね。まあ簡単に言ったらごま豆腐の卵黄版だと思ってください。これめちゃくちゃね、夏の暑い日にはね、ちょっと爽やかさも演出してくれると思いますしね、ぜひ作ってみてください。一生懸命ね練るだけなんで意外と簡単に作れます。はい、ということでね、今回はねちょっとプロの料理人らしく卵の黄身の美味しさを引き出したねプルプル食感の黄身豆腐を紹介させていただきました。今回は以上となります。いつもご視聴ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。質問やリクエストなど、コメント欄に一言残しておいていただければ、今後の動画作りの参考になりますので、よろしくお願いいたします。それでは次回の動画も見てね。